皆さんはじめまして。今回は双剣の新規カード、双剣ダイジャー七星遊園と、億年の双剣、この2枚の紹介動画となります。まずは、七星遊園から、このカードは星10シンクロモンスターで、効果は、1、幻竜族、シンクロモンスターのシンクロ召喚に成功した場合に発動できる。1枚ドローする。2相手がモンスターを特殊召喚成功の場合、対象取らない除外し1200バーンを与える。3、相手が魔法穴を発動した場合、そのカードを除外し1200バーンを与える。双剣はそもそも、資源がどんどん減っていくタイプのテーマだったので、1のドロー効果はかなり効きます。もしこのカードを先に特殊召喚して、その後、爆蛇から、石にシンクロすると、これで1サーチ及び2ドローになるから、すっごく助かる。また、2と3の効果両方もなかなかいい。特に3番の効果、もし相手が、アラメシアの儀、または永続魔法、罠を発動する場合、アラメシアの儀はもちろん除外できるし、永続魔法、罠はフィールドにいないと効果処理できない。その上2200バーンはかなり痛いと思います。あと、双剣で特殊召喚できる星6は一応、遊園がいますが、ただし、星10シンクロの枠は結構選択多いから、もしかすると、これから、デストロイフェニックス台を使う場合、ディアボリック台もデッキに入れた方がいいじゃないかな。まあ、七星遊園は効果を無効できないから、先行は今まで通り、フルールとバロネスにした方がいいと思いますが、ただし、2、3ターン目になると、このカードの存在が結構大きいだと思います。続いて、億年の双剣、1カードが除外された場合に発動できる。自分の手札デッキ墓地、及び自分相手フィールドの表側表示のカードの中から、幻竜族、シンクロモンスター1体または、双剣カード1枚を選んで除外する。2、このカードが除外された場合、双剣トークンを1体特殊召喚できる。これ明らかに双剣ミラー用のカードですね。1の効果でデッキから、双剣暗転を除外すれば、簡単に双剣トークンを生むことができますが、発動の条件として、カードの除外が必要から、まあそう簡単にはいかないだと思うし、また、相手への妨害として、幻竜族シンクロモンスターまたは、双剣カードを除外できますが、ただし、もし相手が双剣以外の場合、何も妨害できないって感じ、正直このカードより、トラップトリックの方が、もっと使いやすいじゃないかな。以上が今回、双剣新規カードの紹介となります。皆さん最後まで動画をご覧いただき、誠にありがとうございました。今更ですが、私、ゼイガーと申します。動画の制作は当大手も遅いが、もしこの動画がお役に立てれば、とても嬉しいです。また、土曜の夜に遊戯王 ADS 配信しますので、もし興味ある方はぜひ概要欄を見て、一緒に遊びませんか？それではまた次回でお会いしましょう。